アルケンクリップスです。これをコピペしてこうして地獄になりませんように、はい、いやーやばい。俺どこ俺どこ、うわ俺ワイルドモーケー。俺もうちょっと普通に素のアレンジする。みんなで解説しながら行こう。マオさん、当てすぎだろ。アリスさんの35は何？切り抜きでまた1時間ぐらいの動画になると思う。え、待って、アリス？アリス？大丈夫？本当に。いけいけ。ガサ強ね。あれ、これマジで？これ一回戦でおじさんに負けるってまあまあショック。いいよ、いい流れ、いい流れ。いやでも、でも、追いつかした。うわぁ、え、マジ、え、ちょっと待って、やばい待って、俺は昨日ここで満足しちゃった昨日ここで満足しちゃった、違う、そう、おじさん、もう一回同じことすればおじさんの勝ち。ここで満足しちゃいました、本当にこれ。そう、俺はね、昨日ね、ここで満足しちゃった。え、これ、強すぎへん。うまい、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 うわっ、えやばい、あ、やばい、あ、アリさんも、うわ、ある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 、回復すればある。やばい、やばい、え、あるあるある、マジである。うわー、でも、うわー、うまっ。あ、おじさん、おじさん、あれ、おじさん、いつもの癖が、あれあれ、違う違う、俺はここから、いや、絶対に勝つ。いや、でもこれはアリスもうまいな、攻め方、おじさん。うわあ、これはダメージがでかい。うまい、あー、お、外した。え、まだワンチャンある、200があるから。え、そういうやり方あるの。アリケンは200を出した。うわ、怖っ、その距離。あー、いや、まだまだまだ、まだ、ワンチャン。あー、さあ、勝っていったのはアリスです。でも全敗初戦、くっそー、マジで悔しい。じゃあ抜けてください。そうなの、そうなの。これ、まず、やっかい、あれ、あれ、俺は検討したよ、ちなみに。頑張れ。おじさんを盛り上げてくれたけどな、ちょっと。また勝てるよ。あ、おお、あ、それでは第3試合、ファイヤーマフィー行ってみましょう。優しい声だった。わかる、それはわかる、マジで。ファイヤーも昨日はね、リザートと戦って最後ソフトガン外して負けてますからね。うまい、いいダメージ出した、ファイヤー。ここはゴリゴリゴリだ。ファイヤーゴリゴリ来るが、あぶない、なんだその、うわー、これは危ない、逃げ場を失ってしまったか。あー、あー、また三角飛び、ここはショットが当たったと思ったが、ファイヤーのダメージ、自分の範囲にしながら当てるのがうまい。ここはもう HP がないことを察して、せめてストレート勝ち、マウフィンさん1回戦突破おめでとうございます。さあ、第4試合、リズアート VS シュシュシュンシュンさん、行ってみましょう。さあ、今日はね、この早い段階でリズアートと当たってしまったシュンシャン。でもリザートもね、本当にのごとく追い込まれたら機嫌悪くなりますからね、リザートも。ミルファーに来たのね、うまいんだよな。さあ、2先なので最初1本取った方が勝ち。落ち着いてるぜ。うわ、惜しい。さあ、一発ぶち込んでいったが、ここは心の強さ。いるからですよね、すぐ。そうだね、さあね、心のね、メンタルのトレーニングでもありますからね、これは。さあ、危ない、目の前、うわー、これは一瞬で決まってしまった。左の方が終わりましたね。さあ、次は右のやついきます。シュートバーサスルリです。
どっちかが先に前に踏み込むかってところですね、これは。一定の距離を保ちつつ、少しでもダメージ入れちゃうと、うまい、甘すぎる。このエディットと判断、なんかマジでなんだそれ。でもなんか自分では苦手って言ってなかった。え、もしいろんな人ボコボコにしてるじゃん。リザードがいるから、これはシュート取ったらいかにダメージ出た。ここはゴリゴリに攻めていきたい。アスリ、ちょっと危ない物資。さあ、ギリギリとした戦いが続いております。うわー、いいダメージ出た。シュート、ここはゴリゴリに攻めていく。さあ、しかし、さあ、しかしルリ君ももうここで終わらせたいというあれが出てる。あー、ラウンドにね、駒を進むことができます。早っ。うわー、うまいんだよな、マジルリ君当てんの。さあ、シュート画面です、これ。ダメージ差が出る前にね、相手にダメージを受けてる。ここだが、ルリ君が上手すぎる。ここまで前に出ている。さあ、深く踏み込んだところをしっかりダメージ出していった。カウンターを、うまっ、うまい、早い、早い、早い、ちょっと厚みきたが、ここは当たらなかった。攻めていったが、ルリ君がうますぎる。当てすぎだ、うますぎ。ルリ君が見えてないの、弾だけ飛んでくるもんさ。じりじりとダメージ削れていって、これはもうしんどいな。うわー、さすがにこれは勝っていったな、ルリ君でした。おめでとうございます。さあ、第5試合、スカーレット VS ギュセアです。さあ、めちゃくちゃ早いぞ、展開が。さあ、しかしカウンターで一発打ち込まれた。うわ、これはやった。さあ、自分の壁にして攻めていきたい。さあ、目の前で回復している。後ろに下がって階段入れ込んだが、いいダメージ出た。さあ、顔出したところを狙っているというセア。さあ、一発大ダメージ。張り替えはできなかったが、自分の壁にして。さあ、どちらもカウンターが上手すぎる。ダメージが出る。言っちゃダメだ。え、倒した。うわー、スカクやられた。さあ、ユセアが勝っていきました。さあ、スカーレット、あのダンスさえなければ。見物ジャックナイトが見物だね。さあ、でもクジャックも負けてたまるかという。さあ、ダメージ出した。危ない。いいね、ジリジリしてるね。さあね、このボックスバトル、回復も資材も有限なのでね、長いバトルが続くと、続けば続くほど資材がなくなってね。さあ、終盤エイム勝負になります。さあ、アサルトライフル、敵の壁を壊しつつ資材切れも狙っていきたい。さあ、屋根1個、削って、ここはワンボックス入って貫通している。もう一度入って、アサルトライフルでボリ押し、しかし貫通。お互い貫通ダメージ狙って、ここはクジャクゴリ押していきたい。しっかりと腰打ちでクジャク1本目取りました。ハッピーバースデーアンナイ、ハッピーバースデー、ありがとうございます。さあ、そんな中、さあ、戦いは
終結を迎えている。さあここ外してしまった。さあお互い一発ずつ外して、ケスケショットからクジャクが負け2つ。さあここ勝っていきました、2本ストレート勝ち。クジャクおめでとうございます。さあナイトル君どうだった、はい、ナイトルどうだった、え、負けました。いや、それは知ってるんだけど、感想、感想を感想を、あー、悔しいです。本当に全然悔しくない。1ミリも感じてこうへん。ボブシンクですね。さあ、ボブさあ、始まりました。やっと第1回戦を全員、やっぱ16人だからね、すげー長い。さあ、シンキーフィッシー対、これはボブくんの対決。昨日の第1回ボックスバトル優勝者はボブくんです。昨日の動画見てない人はネタバレごめんなさいって感じでね。さあ今対談させてダメージ取りに行きたかったが、ここはしんどい。一か八かワンパン狙っていかないと、これは勝つのはしんどいでしょう。さあ、しかしボブくん強い、強いな。さすが第1回王者、やんば。ボブくんはなんか最近アマゾンカード、うわうわでかっ、これやばいよ。さあボブくん、これは最近ね、よくありますよね、バットプレイヤーがどうこうっていうね。これはね、これはね、あるものなら使っていいじゃんっていう、意見だったらやる気出るよな、これチートじゃん。さあ1回戦全部終わったら、ね、準々決勝に進んだのはアリス、ワイルドホーク、アウフィン、リザート、ボブ、クジャク、ユセア、ルリ、この4人、8人がね、うわすげえ楽しみやん。アリス VS ワイルドホーク、ワイルド、うまい。さあワイルドホークは昨日誰に負けたんだっけ、マウフィンかな、マウフィンか。さあマウフィンに昨日やられてね、めちゃくちゃさあしかしワイルドホーク昨日の負けを踏まえて、今日のワイルドホークは下に違うか。さああのアリスを負荷下げてどうにか。うわー、え、何それ気づいてない振り。うまい、うわぁ。やばっ、オッケー、アリス破れる、これ。やば、俺の口がずっと開いてた今。俺一回やられちゃって、ワイルドホーク準決勝、次はおめでとうございます。次マウフィン VS リザート、リザートでしょう。さあマウフィン、この追い詰められた状態から、ゴリゴリくる、うわゴリゴリくるけど、リザート迎撃するのがうまい。うまい、うわぁ、ここは強気に来たマーフィンをしっかりと処理していく対決ね。マーフィン0-2から、うわぁ、うまい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 、逆転したのでね、まだ終わらないと思います。しかしダメージ的にこれはしい、うわぁ、うまい、マーフィンもね、あ、うまい、取っちゃう、なるま。さあこの大きな大きなマウスというか、ね、準決勝進出、ドメントモデル、おー、リズチとカーチ、次ルリ VS ユセア、うわー、うわー、さあそこは逃がさない。これ誰だ今、ルリ君だね。さあルリ君、うまっ、今のは階段はうまい、うまっ、うまい、うまっ、自分の有利な状況を作って当てていった、マジですげえ、全部うまい、うまい、やばい、さあ、しっとりな状況になっちまった。しかし、これがルリの強さ、ここに引けるのがルリ、そうだったよな。さあ、この対
白いんだよ。うわぁやっばい。あれはミスかなって止まったな。いや、このルリの強み、あの敵が一匹引くろって思ったら引くんだよ。引いてワンパンされない。自分のちゃんと得意な攻めそれだよ。さすが俺の相方だ。どんな状況下でも過信せずに淡々と自分の有利な状況を作る、これがルリー準決勝進出、おめでとうございます。ジャック対ボブ、いやー、頼りに。うわいや、こういうこの距離さあ、でもどんどんなくなっていくよ、周りの一本目取って、いけいけたい。うわアスアルトライフルご両親資材ないなかったのかな、今のは多分ないんだよね。ないところアスアルトライフルでしっかり倒していたクジャク一歩ユーロ。うまい。やばい、ボブの上。絶対に取るんだという執念が。逃げるクジャク追うボブ。逃げるの上手いな。あーあー、これなんだよな。こうなった時のアスタルトが全部ケア言わない。さあ1対1。いやー、ここで勝ち上がってくるのはやっぱボブなのか、それとも、そうね。さあでもクジャク、それを何度も攻めていく。危ない。さあこれ取った方が決まるっていうね。はぁ、え、マジでエリクト。マットかよ。さあ、ここで決めに来たか、クジャク。クジャクさんだな、マジで。あるな、まだ。出た、この距離。来た。うわぁ1だ。やばい。今危ない。1、いやでもやっぱ僕は当てるな、この距離が。いい勝負だったな。僕もナイスファイト。クジャクナイス。さあボブ君、あのキックはやべ。準決勝進出おめでとうございます。人数作れや。さあ準決勝、とうとう準決勝になりました。3万円をゲットするのは誰だ。さあこれ勝った方が決勝進出。それでは準決勝第1試合、ワイルドホーク VS リズハン、ことができようか。うまっ、うまっ、あ、やばっ、うーん、やだ、あれだ。うわっ、危なっ、うわっ、うわっ、200。ここでポンプ200出て一歩目選手してるのかな。うわぁ、これちょっと、うわぁ、いやでも、ワイルドホークしっかりのメージ与えてる。これがスーパーリズ自慢なのか。うわ、当てる、マジで当てるな。強い、うますぎる。うまい、ワイルドフォークも当てるね。あ、これはちょっと負けそうに落ちたんじゃない。さあ落ちながらリザートが当たってしまったら危ない。さあ一発白ダメージ分かった。さあお互い触れば死んでしまう。さあカウンター決めた、危ない。うーん、いが、あ、うわ惜しい。あっ、うわマジでいってる。2だけ残った。マジか。は、今のクリックショット当てる。うわマジ今のよ。なんか全部始めた。なんだ。いやマジかけたと対 M や。リザート決勝進出おめでとう。ありがとうございます。さあ次、リバーサス。どうしよう、どこでやろう。
うわー、うわー、 AR バトル。さあ、数入ったか、これは。さあ、これで回復アイテムの差ができてしまったでしょう。さあ、ルビーくんのダメージが今すぎる。デフルになるわ。でもね、その場を作ってくれるのが力んじゃん。あ、いやー、お金出してくれるよ。だから確かに、おじさんのおかげだ、ありきんじゃねえよ。だけど、ただ配信するだけや。ありきんも美味しい、ありきんも美味しい、一番やばい、おやばい、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 超進んでるよ、試合。そんな話してるうちに、ボブがピンチ。あれ、これって1試合目でしたっけ。1試合目だよ、これ。うわ、よっ、エビよ。うわー、さすがにだ。うわここでボブのエイムがちょっと壊れちゃった。外しましたね、今。最後、外さなかったら、ありましたよ。そうね、100出しときゃ。してるぞ今の。いや、ね、緊張してるって言うけどさ、ちゃんと淡々と自分が。じゃあ、ここ下。うわー、これなんや、みんな。ボブ君の強いところ、ね、スナイパーに見えた、スナイパーに HP がギョーンって。これね、この近距離で絶対外さないのよ、ボブは弾を。これはだいぶムーもう、ね、エッチョブなっちゃうんで。こうなったらボブ有利なんだよな。ボブ有利です、だいぶ。あー、これだよ、これ100カットです、今の瞬間で。何があった。うわ、だってヘリスキーやばー。やだー、一番やりたくない。おっとー、ショットガンなんていらなかった。これは次第なかった。 AR ゴリ押しで全弾当てたボブくん、決勝進出。マジっす、おめでとうございます。あー、ダメだダメだ、どうすればいい俺は。さあ、決勝戦、ボブ VSディズアート。いや、いやだ、ディズアート。最後は3先で残り150、HP 有利的にはボブ君にダメージ与えたので、ボブ君のアイテムは少ないでしょう。さあ、リーズーチ、でもこれ、この距離、あれ、でもボブも。さあ、リーズアートも落ち着いてエールしてる。さあ、今日リーズーチのエールが冴えてる、ね、違うぞ、リーズアート。これフェイントなんすね、これ。右上げて左行って。うわ、怖え。あー、ボブくん、うわー、最強くんが、ボブくんも当てている。さあ、ボブくんがこの距離出た、最強距離。しかし、さあ、ここは止めた。さあ、エビストリンクして下へ逃げる。さあ、ボブくんゴリゴリ来るぞ。この間合いになったらボブ君マジで、しかし下に降りて一発あった。お互い耐えると飛ぶか。ボブ君がゴリゴリくる。さあ、ボブ君優勝するか、大丈夫か。さあ、張り替えて。さあ、エディットガールのショットがカウンター狙っている。さあ、横開けて。うわー、落ち着いて壁を壊して自分の壁にして倒していった。さあ、リズアートが2本選手、ボブ君後がなくなった。強すぎたろ。強くさ、今日のリザートが下味違う。何なんだ。前回優勝者のボブを手も足も出させずに追い詰めている。強すぎだろ。さあ、エンジンかかったまんまがリザート、エディットが早い。さあ、昨日ね、戦って、苦渋をね、舐めて、すごい悔しがってましたからね、リザートは。さあ、今日そのリベンジを果たすか。こっち君100円で。さあ、ボブ君、ここは気持ちで、負けてほしくないところであるが、リザートの勢いが止まらない。距離でもしっかり対処しています。うわー、うわー、うわー、うわー。さあ、ボブくんダメージはなかなか取れない。さあ、ここは入っていったのか。落ち着いて処理していった。まだリザート猛ダメージ、ワンボックス入って、ここはエイム勝負。うわー、勝ったー。ストレートで勝っていった。3対0。ライオン、子供じゃん。いや、ライオン、ライオン、ライオンの子供だ、ライオンの子供だ。いや、勝てな、ライオンの子供だ。強い、ライオンの子供だ。ライオンの子供って言ったのはディズアート。ライオンの子供変えるじゃん。いや、3万円が欲しい、3万円。ライオンの子供、
でも餌がね、餌がね、2500万ぐらいかかるんだけど、それは頑張って。じゃあ頑張れ。さあ、リザート選手、優勝おめでとうございます。リザートウィンということで、第2回ボックスバトル優勝者、リザートでございます。おめでとう。ありがとうございます。リザート。皆さん、最後にもう一度大きな拍手をお願いします。それでは皆さん、またね、ちょくちょくこういうの開いていきたいと思います。またね、2v2 とかね、3v3 とかもね、やっていきたいと思いますので、またまたそちらの方も、ね、楽しみにいろいろ企画を考えてやっていきたいと思います。それで、そちらの方もまた見に来てください。それじゃあ皆様、お疲れ様でした。また次回の動画を、で、昨日やった第1回ボックスバトルの動画を俺のチャンネルで上げたので、そちらの方も見てください。ちょっと画質悪いんですけど、ご了承ください。それじゃあ皆さん、参加してくれてる方々、見てくれてる方々、集まりしてくれてる方、ありがとうございます。それじゃあ、ここら辺で配信終わりにしたいと思います。じゃあディスコの人たち、またなで、コメント欄もまたなでよろしくお願い。それじゃあみんなまた次回の動画でお会いしましょう。あばよ、またな、バイバーイ。